女の子と一緒に塚田農場に行きたい。どうも、塾長です。今日はですね、また日本の食べ物の紹介ということでですね、今日は、なんとですね、まあ私も知らなかったんですけども、油そばをちょっと紹介したいなと思います。油そばというのはですね、まあラーメン、まあ言ってしまえばですね、そのラーメンの汁のないバージョンですね、やつなんですけど、で今ね新しくまた発売されたものがあったんで紹介します。こちらじゃじゃん、 UFO 油そばラー油マヨということですね。ちょっと辛めのやつですね。今日 新発売ですね。これね、まあ、UFO って言ったらもう焼きそば、カップ焼きそばの本当にもう何ですかね、代名詞というか本当に一番有名なものなんですが、まあ、それこが出してる、まあ、油そばですね。で、油そばについて調べるとですね、なんか東京のなんか、武蔵野だっけな、なんかその辺のところで発祥として作られたものらしいですね。私、油そばは本当大好きなんでね、ちょっと食べていきたいなと思います。はい、見るとあ、これラー油マヨですね。で、これが油のタレですね。時間がなかったんで、ちょっとこれに入れておきました。それでは5分間お待ちしたいと思います。意外と5分って早いもんだな。それでは早速、ですね、食べていきたいなと思うんですが、まずはこちらですね、油そばのタレですね。うわ、ああ、意外と少ないですね。こんなもんですかね。こんなもんですね。まずです。ラーメンの感じですね。ラー油のマヨネーズだけちょっと食べてみましょうか。ちょっとこのね、ラー油のマヨネーズだけちょっと食べてみますかね。あ、辛いですね。ああ、まあこん、まあやっぱりラー油ってでも油ですからね、そんな味があるわけじゃないですから。じゃあちょっといただきたいと思います。うん、なるほど。やっぱちょっとマヨネーズがこう入ってますから、辛さっていうのはだいぶ緩和されてますけど、でも舌に残りますね。まあ、ちょっとこの油そばとのこのマッチ感はちょっと、まあそんなにがっつりなんかこうマッチしてるって感じじゃないですね。まあ、どれぐらいそんながっつりじゃないかって言ったら、なんかちょっとピッコロと悟空がちょっとこうフュージョンしたみたいな、なんかあんまりちょっと肌の色とかもちょっと違うし、ちょっとあんま合致してねえなみたいな
感じですね。それではいただきたいと思います。34秒ですね。食べました。まあ日本に来たらぜひ油そばを食べてみてね。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。 See you。 グッドボタンも押してね。押してね。